タイミングで大丈夫。カルカシオンです。上の画面をあんま見ないようによろしくお願いします。初めて手をつないだ日のこと、君は覚えてるかな。心臓も飛ばされてないかってドキドキしていたね。体だけちょっと近づけて、目はしてもっとちゃんと知りたかった。君で見えないくらい恋をしていたんだ。目が合った気がしても合わないんだね。今だけでいいからこの手しそうな私を、もう一度包んで、初めて愛した日のこと、君は少しか変わらないくせに、ちょっと見える大人の余裕だってコーヒー飲めちゃうんだもん。君って見えないくらい恋をしていたんだ。目が合った気がしても合わないんだね。しそうな私をもう一度包んで、よろしくお願いします。静寂をもっと熱い
改めまして、はるかしゅんと言います。いろんなことが今ちょっと追いついてないんですけど、後ろに自分で目の前にゴジラがいるから、基本自分の曲ばっか歌うので、なんかよかったら撮って適当に SNS とかいいのかな、上げてもらえたら嬉しいです。最後までよろしくお願いします。別に大したことない傷さ、我慢袋が裂けたみたいだ。大丈夫の言葉はいらない、誰にも分かってほしいなんて思ってない。あなたが悩むことじゃない、別に大したことないことさ、何を言っても帰ってくるの、気持ちわかるよなんていらない、その共感が大嫌いなの。頑張って大丈夫、耳を
方もいると思うので、はるかしゅんと言います。普段は下北沢でよく歌を歌ってます。今日は下北から来たんですけど、歌舞伎町って
プライベートで来ることが本当になくて5分ぐらい迷いました。あんまり来ることがないんですけど、今日こうやって初めての方にも聞いてもらえる機会があってすごく嬉しく思います。ありがとう。路上ライブでよくたまに、いや気が向いたらカバーを本当にたまにやってるんですけど、1曲だけカバーを歌います。キノコ帝国さんの怪獣の腕の中。会場の腕の中を歌いました。ありがとう。だいぶ怪しい人になってるな。もういっか。最後の一曲の時にもうちょっと口うるさく口をしようと思ってることが一個あって、
今年の4月の7日に下北沢の DJ ワークイライブハウスで、バンドウーマンライブが決まってます。今日は物販もあって、そのチケットとか CD とかを持ってきてます。初めての方もそうじゃない方もなんか話してみたいなとか、もう何でもいいから、よかったら後で、あと3曲歌ったんだけど、その後で声をかけてもらえると嬉しいです。迷子になったらあなたへ、18歳という曲を。休んでたね、一つ愛
はるかぜしゅんって書いてはるかさんと言います。普段は下北でよく歌を歌っています。今日は何曲歌ったんだろう、9曲10曲ちょっとよくわかんないけど、1曲以外全部自分の曲でサブスクで検索してもらったらきっと出てきます。なんか気になった方いたらよかったら、4月の7日に下北沢デイジーバーというライブハウスで、バンドアーマーライブがあります。まだすごく先のことで、正直私も有給取れるかわからないです。だからみんなも有給取って来てほしいです。私が有給取れなかったらちょっとなんか誰かに歌ってもらいます。今年はショパンから地震だとか、なんかいろいろね、眉間にしわが寄るニュースというか、そんなことばっか続いて、なんだか新年を怯えながら、お餅も食わずに仕事をしてました。